でもデイジーは見つけた。全員見つけるよ。デイジーは安全だ。君もそこへ連れて行く。分かった。リザ、デイジー、よかった。グラントのこと聞いたわ。もう泣くのはやめた。ボートを見つけたの。それを直せば島から出られるわ。そうか。で、海底にまっしぐらか。偉そうに言わないで。使えるようにするには船外機用の発動機が必要になる。分かった、探してみるよ。やったわね。ほら、あれ見て。あなたが無事でよかった。あなたもね。これ本当に動くと思う？ボートには詳しいの。大丈夫。見つけたのね。ついでにボートに取り付けといて。自分でやったらどうなんだよ。イグニッションの調整中。そんな必要あるのか。ねえ、終わった？あと少し。よし、やった。あとは任せて。行く前にリザと話していったらどうなの。ハリウッドにいる夢を毎晩見て、この島で目覚める。撮影に間に合わなかったね。あなたのせいじゃない。スカイダイビングはやめるべきだった。まずは無事で何よりね。こうしていられるのはあなたのおかげ。今後の計画を立てないとね。ああ、俺はライリーたちを探す。君はここでボートを修理するんだ。脱出に失敗しかけた。リザ、大丈夫。平気だよ。気をつけて。もしもし。ジェイソン、全然繋がらなかったぞ。何があった？バースに捕まった。リザと脱出したが、仲間がまだ捕まってる。俺一人で助け出すのは無理だ。バースを倒すには力が必要だ。私が手を貸すことはできない。でもシトラなら話は別だ。今こそシトラに会いに行く時だ。シトラ？シトラは我々のリーダーだ。君を正しく導き、真の力を解放してくれるだろう。シトラはジャングルの寺院にいる。門のところで待ち合わせだ。分かった。話がややこしくなってきた。ジェイソン、動くな。そこにいろ。妙な動きはするな。デイリス、それは何者だ。
若い戦士がヒトラに会いにここまで来た。進め、ついてこい。こっちだ、離れるな。よそ者だ。彼こそ期待に添えるものだ。帰れ、ブルヘンティ。腕を見せよ。こちらジェイソン、彼が例の男です。いや、アメリカでは勝手に発言してもよいのか。いや、それはフランスだろう。ステラパンカバーは死を前にして冗談を言うとはな。見事だ。返してやる。切り落としてな。冗談は嫌いか。この人位を目にできるよそ者は少ない。中庭ならなおさらのこと。なぜここにいるのだ。俺はバースを乗せて友達を助けたいんだ。それで私が兵を貸すとでも。お前はただのよそ者に過ぎぬ。それなら俺も戦士になる。冗談を。帰れ。弟が捕まってる。バースに取り戻せるなら何だってやってやる。ベリカンサハルバ、失われたものを取り返せば考えてやろう。びっくりだ。ああ、シトラが君のことを認めたんだ。失われたものって何のことだ。ノーメ、そうすればわかる。これ大丈夫なのか。恐れているのか。でも仲間を助け出したいんだろ。ああ。じゃあノーメ。人は常に自らを抑制している。思うままに動けば望みはすぐに叶えられるんだ。Thank you.
前は血が滴るレアで食いたい。ちゃんとゴールさせてくれよ。友達が見えた。弟のライリーも、それからそう、白いスーツの男の後をつけて、そしたらスラム街についてバーがあって、なんか暗くて汚くて、それで古いナイフか、歯に模様の入った古いナイフだ。どうしてその寝言で聞いた。スラム街は東、海賊の縄張りだ。なら目的地はそこだ。だが大きな町だ。どうやってナイフを探す？簡単だ。白い服の男を探せよ。元気か？